はい、皆さんこんにちは。ストリートインストラクター井川直介です。あなたのスキルをエクセルでエクセレントにしたい。はい、始まってまいりましたですね。何ですかね。皆さんにまず本当にお礼を申し上げたいことが一つございまして、YouTube 本腰入れてですね、だいたい1年半ぐらい経つんですが、当初の目標としてましたチャンネル登録数5000人を達成することができました。本当に皆さんに感謝を意を申し上げたいというふうに思います。本当にありがとうございました。Excel とは関係ないんですけど、今後ね、もし誰か YouTube をやりたいという方がもしもいらっしゃるんだったら、YouTube っていうのはとかく時間に追われることなので、あれですね、まずネタを30本から40本用意しておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。思いつきでやると本当ネタがなくなってどうしようかなっていうふうなことになってしまいますので、酒井さんのですね、動画集客チャンネルで紹介されたのが3月の確か上旬だったと思いますね。まさかこんなに早く、5000人を行くことができるとは本当に思ってなかったので、本当に皆さんに感謝したいというふうに思いますね。で、YouTube でですね、ある程度稼ごうと思ったら、チャンネル登録1万人いなきゃ無理だなっていうのは、もう3000人を超えたぐらいから本当に思い始めておりまして、同じことをね、もう一回やったら1万人なんだなと。ということは、大体あともう1年半ぐらいやったら、1万人いくのかななんてね、ちょっと思ったりなんかもするんですが、どうなんでしょう、続けるかどうかはわからないですけど、続けていくんでしょうね、何らかの形ではね。いつかそして1万人行きたいなっていうふうに思っている今日この頃であります。で、火曜日ですか、ちょっとツイッターで仲良くなった方、同じ VBA で仲良くなった方とちょっとお食事をしていきたいなというふうに思いますので、何かいい報告ができたらなっていうふうに思いますね。なんか私は今札幌に住んでるんですけど、札幌の方とね、何かその VBA の横でつながることができたらいいなというふうに思いますので、気軽にツイッターかな何かで DM いただければ、回答させていただきたいなというふうに思います。はい、で今回は酒井先生からね、動画集客の酒井さんから YouTube コミュニティを有効に使おうということで、予告した通り、やったものに関して、2回にわたってやったものに関して、じゃあ今度は整形する方法、実際に16桁のレース ID を作ってみたいというふうに思いますね。はい、今日もちょっ と19分ぐらい20分ぐらいになると思うんですが、ちょっと最後まで見ていただければなというふうに思います。はい、それではパソコンの画面に行きます。早速やっていきたいというふうに思います。皆さんに、前回、ご覧に入れたのは、こういうところまででしたね。はい、で、今度はレース ID を作らなければならないということになってきます。はい、でですね、よいと、ちょっとここ文字列に変えますね。で、まず、1桁のものがあった場合には、これ全部0をつけなければならないんですよ。こんな感じで。はい。間違えた。これ30じゃこのままでいいので、で、札幌はこれもレース ID っていうのが作るたびに、これ札幌は01って決まってます。ここも2と決まってて、05の、092というふうになると。いうふうになってますね。ってことは、抜き出したものを、これ、変えなければならないんですね。こういうふうに、整形しなければならない。ということで、整形パターンをちょっと見ていきましょう。はい。はい。もうこれ、すでにこのようになってます。ちょっと、ここを、削除しましょうか。はい、削除して、じゃあ実際にこのコードを実行するとどういうふうにとなるのかというと、よいしょ、はい、すでにこのように変わっているということになります。これはいらねえから、これは消そう。
はい、でじゃあこのコードをまず紹介していきます。はい、ですね、はい、ある程度ちょっと修正を加えております。で、使う文に関してはこれはもう全部、if 構文になってます。はい、if 構文になってるとどういうふうになってるかというとですね、まずここ、よいしょ、これ if 構文皆さんお分かりになりますかね。len っていうのは、動画でも何回か紹介したんですが、文字列をの文字数をカウントする、関数になってますね。で、len の、if、もし、レンジの b4 が1だったらというふうに書いてます。1だったらというふうに書いてますね。なので、8とか9とかそういう文字だった場合には、まず、レンジの4を、ナンバーフォーマットローカルっていう風になってまして、これは、文字列に変えなさいという命令になります。ので、Excel っていうのは、まあ、頭がいいのか悪いのかよくわかりませんが、08というと0は不要と思って8という風に出すんですね。これは、計算とか数字をメインに置いてるので、これは全然しょうがないことだと思うんですけど、時には厄介な時があります。ので、はい、これは、あと、ナンバーフォーマットローカルという風にして、ここを文字列に変えます。そして、1の時には B4 のの文字に0を振って変えなさいというふうに書いてます。このね、if 構文が分かるだけでも、めちゃくちゃ、皆さんのスキルは僕は上がるんじゃないかなっていうふうに思います。難しいことではないと思うんですよね。はい。B5 も一緒。はい、レンジの5が、文字数が1の時には、B の5を、ナンバーフォーマットローカル、文字数に変えて、かつ、B の5に値を、B5 の値に0を振って、やりなさいというふうに書いてますね。はい、でも、これ皆さんね、なんかこれ、かっこ悪くないですかっていうふうになった場合に、チャンコロモトさんでしたかね、with property ってよく使うんですかっていうふうに書いてたんですが、with property っていうのは使うと、このように便利になります。はい。with というふうにまず宣言をして、b8 というふうにします。そうすると、まあ、with っていうのは、まあ、英語で言えば、まあ、一緒とかね、そういった意味なんでしょうけど、で、まず、with をナンバーフォーマル、ナンバーフォーマットローカルにして、文字列に変えて、b の8から、2文字持ってこいというふうにします。まあ、ここ、with、まあまあまあ、2文字も持ってこいと。で、ここ。で、この、ドットの前には、実はこのレンジの8というのが隠れてるんですよっていうことになりますが、しかし、ここであらかじめ with、レンジの8というふうに宣言をしているので、このドットの前っていうのは省略ができるっていうことになりますね。で、あえて、if 構文で書いたんですが、これはセレクトケースっていう紹介したことなかったかな、今度何かあったら紹介しようと思います。セレクトケースの方が分かりやすいかもしれませんが、まあ、せっかく if を使ったので全部 if にしてます。はい、もしドットバリュー、つまり、レンジの8の値が札幌の場合は、バリュー1にしなさい。函館だったら2にしなさい。福島だったら3にしなさい。新潟だったら4、東京だったら5、中山だったら6、中京だったら7、京都だったら8、阪神9、小倉10というふうに、数字を振りなさいというふうになってますね。はい。で、この with property のすごいいいところっていうのは何かっていうと、例えば、ちょっとお待ちくださいね。
これレンジの O の1が札幌だったら、まあ、テキストボックスを0の1にしなさいっていう風になるんですけど、例えば、間違えたと、せっかくコードを変えたか、書いたけど実は、O の1じゃなくて A の1だったって言った場合に皆さんどうですか。このレンジのここの中身をこれ10個分変えなきゃならないんですよ。やってらんないですよね。やってらんないっす。まあやってられるんでしょうけどね。はい。なのでここであらかじめこれ B の8っていう風にしておくと、あ、間違えた、例えば C の1だったっていう風にした場合には、あ、 C の1だったっていう風にした場合にはここの1分だけを変えるとここが全部 C の1の値に変わってくれるっていう超便利な、技になりますので、まあ、同業者の方も見てらっしゃるので、まあ、お分かりになる方は思うんですが、一番初めに、これじゃない、一番初めにお見せしました、これですね。これも、B の5っていうのが4つ並んでます。B の5っていうのが4つ並んでますよね。だったら、これも、ウィズを使って書き換えた方が、全然いいんじゃないのっていうふうに なります。見ていただければお分かりになると思うんですが、このコードと、このコードをね、見比べると、まあ、明らかにこっちの方がすっきりしてるよなっていうふうに思うんですよね。はい。で、皆さんにご紹介しました、Excel の、プログラム、VBA のツボとコツが分かる本っていうの中にも、この With Statement のことって書いてあるんですけど、正直僕初めて読んだ時には分からなかったし、それからチャンコロマンさんと同じように、この With って何使うのかなって、別に一行一行書けばいいじゃんみたいな、感じに思ったんですけど、まあ、皆さんが、やるときはね、絶対に、省略できるものは省略した方が僕はいいと思います。っていうのは、この考え方がゆくゆくどこで役立ってくるかっていうと、メンテナンスをするときなんですよ。Excel っていうのは大体3年おきぐらいにバージョンアップしていきますし、例えば、そのコードが、まあ、Excel のね、例えば2010で使えたとしても2019では使えないとか、なんかいろんな不具合がね、出てきたりとか、いきなりね、Windows の更新がかかったらなんかもうえらいことになったとかっていうようなことが、まあ、最近起きたようなんですけど、こういうふうに書き換えて、何か不具合があった時にメンテナンス、つまりここだけを書き換えると下の数十行の値が全部変わるって言った方が僕はいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。なのでコードはなるべく省略しようというふうになります。はい。で、まあ、あとは、まあ、こう分かりやすいように With Statement を使わないで一行一行VBA が、分からないという方もいらっしゃると思いますので、分かりやすく記載をしてみました。はい。で、このようになるということになります。あとはさっき言ったように、あとはですね、これをつなぎ合わせていけばいいと。こういう感じで。はい。で、すると、レース ID が出来上がります。はい。このレース ID を取得したいがゆえに、長々と、3回の、動画を使ってしまいましたが、もうかれこれこんな動画、6本か7本ぐらい上げてるんですかね、皆さんにね。なぜかしらVBA の勉強法っていうのが、好評なんですが、SEO っていうね、プログラマーを、なりわいにするんだったら、もっともっと、ちゃんと勉強した方がいいと思います。
僕はね、ただあのなんて言うんですかね、あの会社でちょっとしたことをやりたいとか、皆さんの趣味に、役立てたいということであれば、あの全然あのこんな感じでもいいと思います。前回、2、3日前でしたかね、ちょっと私ツイッターでつぶやいたんですけど、あの僕が VBA のコードをねこう一生懸命書いてたら、横で若いお兄ちゃんがあの Excel エキスパートみたいなねあの本を片手にあの VBA の本をこうなんか、いじってたんですよね。で皆さんに言いたいのは、あのこの VBA とかその関数っていうのは、なんて言うんですか、本当にあくまであのやり方と言いますか、自動車学校でいうところにいたしますとですね、なんつったらいいのかな、運転の仕方をただ教えてるだけのことであって、皆さんが免許を取ってからいろんなところを出歩いて、ヒヤット体験とかハット体験とかね、ヒヤリハットでしたっけ、そういう体験をして、この場合はこうやった方がいいなとかっていう、その経験と知識を積み重ねていって、事故が起こらない優良なドライバーに、なっているはずなんですね。はい。自動車学校の、僕インストラクターをやってたことがあるんですが、合格するとね、あの先生受かりました、ありがとうございますっていうふうに、みんなあの、お礼を言いに来てくれたものです。ただ、その言葉をね、あの僕はあの素直に受け取らないで、本当の試験はこれからなんだよ、ね、そして、僕の教えた生徒がもし無事故無違反だっていうことがあの どこかでもしも紹介されたら、俺は本当全国紙に全部に記事を出して、生徒一人一人にありがとうっていうふうに僕はあの感謝の意を述べたいっていうふうにして、卒業させてたものですね。試験官としてみたら、あのこの子は大丈夫だろうな、この子はちょっと運転が下手だけど絶対安全運転をしてくれてるなっていうものに関しては、僕は目をつぶってハンコを押したし、なんていうんですかね、こいつは免許をやっても絶対事故るんだというふうに思ったら、あの絶対にハンは押さなかったものですね。その下手くそって言ってもね、あの脱輪したりとかパイロン引っ掛けるとかね、そういったことはまあちょっとどうしようもないからそれは落としますけどね。VBA のコードなんて実際に僕がコンピ指数を取り込むツールなんていうのは、もともと下手くそなコードで書いてても、5,500円で実際売れてるんでね、はい。コードの中身は販売も、売ってるものに関してはプロテクションかけてますけど、だから、皆さんも、一個一個のこうパーツを組み合わせていくっていうことで、なんて言うんですかね、要はこの形から、ここからここのものを作るためにはどうしたらいいかっていうふうにした場合に、これだけの僕はパーツを組み合わせたんですよ。これだけのパーツを組み合わせました。多分 SE の人が見たら、何このことダセーなって思うかもしれないけど、そんなことを気にしちゃいけません。要は僕が何をやりたいかっていうと、このただ16桁の、数字の組み合わせを使いたかったので、これを実現するためにはどうしたらいいのかっていうことを考えるのが重要なんですね。で、いろんなコードを見て、例えばさっき言いましたようにですね、はい、なんだこのね、with プロパティを使ってコードをすっきりさせるのか、それとも一個一個こうやってまず書いていって動かすことをやるのか。で、ここをじゃあ、with プロパティで書いたら、with プロパティ、with ステートメントか、with ステートメントで書いたらどうなるのかっていうことを、皆さんが一個一個ステップアップしていくことが重要だというふうに思ってます。で、こういうふうに書いてたものがね、こういうふうに書いてたものが、こういうふうに、書き直せて、そして実際に動かすことができたら、またちょっとの感動が出てくるわけですよね。で、このちょっとの感動が出てくると、もっと感動が出てくるんですよ。これも私ツイッターでつぶやいたんですけど、なんて言うんですかね、VBA のコードを書いていると、違う、
難しい処理を 見るとね、VBA のコードが書きたくなる。VBA のコードを書くと、さらに難しい処理をしたくなる。ね、VBA って菊正宗みたいだなっていうふうに、ツイッターでつぶやいたんですが、ありましたよね。やっぱり俺は、って、菊正宗っていうのね。はい、年配の方しかわからない宣伝だと思いますが、うまいものを食うと菊正宗が、飲みたくなる。菊正宗を飲むと、また美味しいものが食べたくなるというような感じで、VBA のコードをチャレンジしていってみてください。なんか、後半は、グダグダになってしまいましたけど、こうやって、実際に実現をして、また競馬の、データ、ビッグデータを処理することが楽になったというお話になります。はい、それでですね、結局、じゃあそのビッグデータが何に役立つのかというと、この異常オッズがあった数をカウントしたものに、を僕はビッグデータとして、持っていきたいわけですよ。で、そうすると、異常オッズがあった馬っていうのは、このように、なんて言うんでしょう、高配当になってるっていうことがちょっとお分かりいただけますかね。ここに出した馬っていうのは、僕がもうすでにずっと1年以上データを取り続けた馬に関して、ある数値の抽出条件を加えて、穴馬となる候補が、呼び出したわけですね。で、その呼び出した馬に関して、さらに、この異常オッズの投票があった馬っていうのを組み合わせると、また何か絞れるんじゃないかなっていうことで、ちょっと自分で研究をしてやっていきたいということになったわけですね。はい、こういうようなことも VBA ができるとあっという間にできますので、まあ、競馬以外の趣味をお持ちの方もですね、例えば何でしょうか、セドリをやりたい方でしたら、VBA を使ってバーッとスクレーピングをして、その情報のデータを持ってくるとかね。それは、PHP とか Python の方が優れてるということなので、これは申し訳ないですが、ちょっとまだ先の話になります。今ね、一生懸命ね Python を勉強してるんですけど、なかなかね、なかなかのものですよ本当に。ということで、まあね、いろんなちょっとプログラミングという、ね、枠でね、Python や、まあ、PHP とかも紹介できたらいいなというふうに思います。はい、で、まあ、いいですかね、こんな馬券を取って、ね、こんな馬券を取って、ね、ちょっとね、美味しい酒とかね、飲めたらいいなというふうに思います。ここなんかすごくないですか、これ。このね、中山の、7日目のこの馬なんですが、私が抽出した馬が単勝ではないですが、これ2着3着でこれ決まってますね。2着3着で決まって、そして、その、馬に、異常投票があった、印があったっていうのがこのように出てますので、こんなことも可能になってきます。はい、それでは、今日はこの辺で失礼したいというふうに思います。はい、パソコンの画面は以上になります。はい、いかがでしたでしょうかね、今日の動画。はい、まあ、あまりですね、私は、チャンネル登録者がうんぬんかんぬんって言って、なんかね、そういうことを言うのってあまり好きじゃないんですけど、本当に今日は、皆さんに感謝の意を申し上げたくて、冒頭に、5000人達成ということを、申し伝えましたが、はい、で、今一個考えてるのが、動画の、終わりにも流してますが、経由企画っていうホームページを、まあ、私一応個人事業主なので立ち上げております。で、まあ、まあね、お金に変えようっていうのも考えてはいるもののですね、要は皆さんが困った時に、なんかカンペがあればいいなっていうふうに思うんですよ、カンペが。ね、でそのカンペを、いちいちネットで探すよりも、私のホームページの方に来ていただいて、あ、こういったカンペを井川が言ってたなということを、すぐ検索できるようなものが1個自分としても欲しいな、データベース化しとけばすごい便利だなというふうに思ったので、あそこのページに関してはもう Excel とアクセス以外は載っける気は全くしないので、そういったホームページを1個作ってますので、まだ記事自体は全然増えてないんですけど、そういったものを皆さんにご提供できたらなというふうに思っております。で、ダウンロードも一応ですね、
あそこからできるようにはしてはおきたいなというふうに思いまして、今一生懸命やってるんですが、なんせそんなね、やれ HTML だのなんだのっていうちょっとね、スキルもないものなので、完成にはちょっとまだまだ時間がかかりますね。で、今日この動画で197本目ですか、197本のものを全部ブログに書き起こすっていうのも本当に僕一人だと、結構な作業なんですが、1日1記事、2記事、3記事ぐらいかな、コツコツやって皆さんにいい情報をご提供できればなというふうに思っておりますね。はい、いつかね、そういったことが認められて本の一冊でも出版できたらいいなっていうふうに思ってます。はい、残っちゃ、はい、ということで、次回火曜日は何をやるかと言いますと、アクセスのことをやってもちょっといいかなっていうふうに思うんですけど、せっかくここまで VBA をやってきたので、最強のね、検索フォームっていうのがありましたけど、ごめんなさい、ネタが間に合わなかったら違うことをしますけど、最強の抽出フォームっていうのを僕やりたいなっていうふうに思ってるんですよ。最強の抽出フォームって何って言ったら、アクセスのデータを Excel に引っ張ってくる VBA ですね。これをやっていきたいなというふうに思います。それから以前の動画で Python とかね、本当にやりたいなって、動画のパソコンの中でもちょっと説明したんですけど、あれはちょっとね、まだまだ時間かかります。意外に結構時間かかってるので、ご協力するまでちょっと、お待ちおきをください。プログラムというね、枠組みの中で、多分一番皆さんに身近にあるのは Excel だと思います。次にアクセスですか。で、やるネタなくなってきたら僕が一生懸命勉強して、Python とか PHP ね、これを紹介していきたいなというふうに思います。皆さんの身近にあるもので、趣味に生活に、そして仕事に役立てるようなものを紹介できたらいいなというふうに思いますので、これからもですね、1万人目指して、頑張っていこうかなと思いますので、ぜひぜひ応援の方をよろしくお願いいたします。で、火曜日ね、ツイッターので仲良くなった VBA が好きだっていう人と食事をしてくるんですよね。で、最初はね、こうなんか2人ですけどね、もし札幌で VBA に興味のある方とか、ございましたらね、なんか月に一遍ぐらいね、お酒飲んでもいいし、お酒飲まなくてもいいし、なんかこう勉強会みたいのが、ね、できてね、ワイワイつながれたらいいですよね。はい、ってなことを思っておりますので、ぜひ私と、何かお話をしたい方というのもツイッターで DM いただければお待ちしておりますので、ぜひぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは次回も私と一緒にですね、 Excel アクセスのスキルアップ向上のために頑張っていきましょう。ストリートインストラクター井川直輔が、お送りしました。では次回までさようなら。本日も最後までご視聴ありがとうございました。 KU 企画ではExcel アクセスの業務ファイルの作成、Excel アクセスの研修、KU 企画のサイトでは動画を見ながら私の書いたブログと一緒に Excel アクセスを学べます。サンプルファイルは無料です。給与明細作成、データベース作成、アクセスと Excel の連携、ご要命は KU 企画までご相談ください。